よし、あ、怖え。赤コーラ持ってた、つみ、ちなみに。可能性がまだある。外れたか。赤。おいーす、どうも、ちはやでーす。マリカイトデラックスやっていきたいと思いまーす。さあ、JK ジャングル、行きましょう。ああ、押されたけど、しないでいく。怖え。バナナ、バナナ、緑か。この辺、地獄とかすかなと思ったけど、大丈夫だった。危ない、危ない。ああ、コイン取りたかったな。取れなかった。ちょっと一回ブレーキ踏みます。怖っ、ここ。ひひ。俺が赤だから投げんな。お、攻めますね。コイン5だからな。怖い。さっきからもう、緑コーラのラインが合いまくってて。あ、ミスった。相手も取れると思った。取れなくてよかった。抜くかな？抜いたな？これ赤、後ろ投げあるな。助かります。これダメだね。キノコ持ってかないとダメなやつだね。いやー、これ3位有利だな、クソ。ここはキノコやっぱ使っちゃって。防御。ごめんか。投げる。うわー、空中当てられた、しょうがない。でも自分も当たった1位有利になっちゃったね、これはね。そしたら俺2位キープして、トゲ待ちで。トゲ来なかったら2位でゴールしたい。あー、何？そうなった？でもいいよ。後ろに、キノコがあるんで。怖いけどね、トゲ。トゲ回避が。今の俺にできるんかどうか。さあ、トゲ来ました。よし、あ、怖え。赤コーラ持ってた、つみ、ちなみに。可能性がまだ。ある！外れたか！赤？いいよ、せめての、うん、こういう結果なら OK。4で入りたい。ありがとう。よーし、よし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 。ワン、ゴー、いきましょう。さあ。アイテムが取れましたね。どうやんだっけここ。やべ、やり方忘れてる。こんな感じ、適当。2周目にやり方思い出せるかな。どうかな。怖い。コイン取って、コイン取って、あ、なるほど。このスプラバギーってやつあれなんだね。結構膨らんじゃう系のマシンなんだね。ターボのため安さ的にはそんなに変わんないか。確かこの辺からこんな感じでいくんだったよな。あ、やばい、2段階溜まってない。2段階溜めないとダメなんだよな。でも角度は良かったから、ここを膨らまないようにピンついて OK。 ピンクまで溜めて3打か。この3打結構苦しいな。あー、コイン取りたかった、ミスった。一応2位との距離はあるけど、なんとも言えないよね、これね。正直なんとも言えない気がする。どうとでもなっちゃう、これ。一回水入ることで、炭消したかったんだけど、ダメだった。さあ、後ろ2位ショートカットしてきたよ。うーわー、なんか、思ってる通りにいかなかった。怖い怖い怖い。距離近い距離近い。まだ何かあるかもしれない。怖い。あ、なんかキノコっぽの持ってなかった、今。抜かれるこれ。大丈夫ー。危ない。すごっ。なにこれ。悪い字かけ10って。ちょっと俺も次変えるわ。悪い字しかいないよ。すげえ。めちゃめちゃ上手いんだろうね、この人たちね。変えよう、次、俺も。ほっ。コイン7。ケツから始めてるから、コインが集まる。あー、バナナちゃったー。コイン出てこい、出てこい、出てこい。ナイス。この2枚でいけ。
ちょうど肉持ちもいけそう。よし、これ1枚回収して、ケツに緑コーラをくっつけて、いや投げてくるか、大丈夫そう、オッケー、あぶね、間違えた、投げちゃった、ケツにくっつけたかったんだけど、いやジャンプアクション出ない、キノコ取れなかった、あぶね、あーパックンか、ここに8、まだバナナがいいのか、当たんないようにちゃんと距離を離しながら走っていきましょう。うまい、あ2個落ちいけなかったか、じゃなくて1個も取れなかったか、相手も補充できなかったの痛いな、あしまった、後ろ見てなかった、部屋のレベルが高いね、あぶね、これ控えてたら結構やばかったな、これ今最下位の1個前か、さあ時計放たれて、あーこれさっきからね相手も解いてないのが一番ダメなんだよ、それが一番の問題だ、次2個落ちいけっかな、だいぶ距離縮まったね、でも今のでこの赤が俺じゃないことを切に願いつつ、あーしまった、それはかわさなきゃダメだった、すげー詰まってる、これどうなるか全然わかんないね、あー多分だまん、これは2個落ちいけないから確実な1個で、最後のアイテム、これは割とでかいかもしんない、ここにいる、サンダー勢じゃなくてスター勢をしっかりかわしながら、キノコで抜きたーい、ダメかー、オッケー、悪い字11になりました行きましょう、なんで部屋のレベル高いのか、なんか高いなと思ったあれだ、日本代表さんがいるんだっていう感じでした、はい欲しい、取れねえ、面白いことになりそう、これはコイン取って、コイン欲しくて取れなくて緑ぶつかっちゃって、加速させられて避難して集めたコインがなくなっていく、パックンだ、食っていく、あでも引いたな、欲しいやつ引いたわ、これでもサンダークソ早いだろうなですよね、これはキノコじゃなくてコインが欲しかったんだけど、コイン取れましたね、コイン回収しの、あ取れなかった、もう一回アイテム作ります、はいはい、よいしょ、カット行かずに、ここはうん、なんかキラー変な挙動してなかった今、すごっ、激しいね、お、俺がサンダー引くか、日本代表がいる部屋ってこんな感じなんだな、ちょっとサンダー早め仕掛けでいきますね、ここでキラー引きたかった、うわやべえ、あぶね、当たってない、かわせた、確かロンキって2つあるんだよね、こことあとここも確かロンキだったはず、俺の記憶が正しければ、でもこれ後ろにアイテムがないから続かないですね、嫌なタイミングで溶けきた、まあ1を無理でも上位を切るんじゃないかな、キノコ落ちてる、ラッキー、取れなかった、いい意味ね、おーすげえ、あそこがちゃんと1位いくんだな、日本代表すげえわ、よし、オッケー、こんだけ2位取るのも逆にすごいって、天才的だよね、あははは、鼻くそのねえ、マジか、なかなか素敵な感性の方がいらっしゃいますね、さあじゃあまた後ろからのスタートになっちゃいました、ごめんなさい、まあずっと前逃げてるより面白いか、そっちの方が動画的には、よいしょ、コイン5枚、はい、2個持ちいきます、コイン6、お止まったね、あコイン欲しかったんだよね、なるほどね、9、10と、はいはいと、さあギュイーンと伸ばしていきましょう、てっちゃんパックンか、てっちゃんパックン率高いな、いろいろ見せてるよ、まあいいでしょう、
さあキノコで復帰。これミノコは当てられたくないからちょっと逃げます。ここは逃げの一手、逃げの一手。結局なんだよなこれ、ブレーキ。結局キノコ消費しただけなんでさ、これをやらかしますね。あおち。じゃあ冷静に止まってコイン回収しつつ、赤さん。ちょっと待って、これはさすがにてっちゃんに投げたくない。俺は投げたくない。オンラインゲームとかそういうのじゃなく投げたくない。今のはさすがにかわいそうだ。もしかしたら今の赤コーラでてっちゃんマリオカートやめちゃうかもしれないからね。はぁ？ってなって。結構これあるあるじゃない、ゲームやってる人たちだったら。スプラトゥーンとかでそういうの、そういうシーンない？はぁ？ってなって、もうこんなクソゲーやんねえわみたいな、あるっしょ。全然あると思うんすよね。あ、これまずいかなー。よっしゃー、肉持ちが焼けたぞ。さあサンダーカモーン。キノコ来い。ここ、ここ、これかわせないでしょ。 OK。 あ、キノコ引かねえか。ここ1個2個は抜かれるね、これは残念ながら。しょうがない、1個2個はしょうがない。うん、よっ、いいでしょう。いいのかな。動画最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。また明日の動画でお会いしましょう。明日動画出なかったらごめんね。バイバーイ。